公岩は王子は、兵庫県神戸市中央区楠すの木町七丁目にある、臨済州の仏教寺院。広志源寺とも書き、別名のく木の寺として、広く知られる。五代醐天皇の直案により、元徳元俊明国祖春禅寺の勘定解散として、創建、伊王山広玄宝釈禅寺の三号、次号を賜ったという。寺伝によれば、当時は七道が乱完備して古坊十三。 寺城は4000平米に及んだという。県武3年5月、楠木正重が、当時に参り、明国禅寺と問答して、大いに悟って、港川の戦いに臨んだと、明国お尚行上録に記されている。一方で、大臣お尚古録には、当時は、楠木正重戦士の翌年に、赤松藩士が混流し、その子三つ森が落成したとある。 遠方年間に千岩を周髪が荒廃していた、この寺を再興。千岩尾は、楠木正きを崇拝し、徳川光国が南高の憲比の志あるを知り、生願して、これを完成させた。南高の一族十三人、子卒六十四人、この寺に入りて、県務三年五月二十五日戦死す。前時すなわち意外を露房に葬る。今の母妃の地なり、と、 説明書図絵に見える。三つ国のアーチューシンクスのキコの墓の石碑は、港川神社が最終的には1869年に墓所と巡設地の領所を必ず含めるものとして境内は確定されたため、港川神社創建当時から同神社境内にある。なお、戦災と震災で大きな被害を受けている。 現在の本堂は2015年に完成した近代的なビルで、本堂のホールは音楽ライブ場などにも使える多目的ホール、神戸ラピスホールとしても使用できる。福原西国33館音運場、第21番札書。ありがとうございます。